ンネル。DYM 人事部の佐野です。佐野です。藤崎です。はい、本日は就活正常化対面面接への回帰ということでお話ししていきます。Yahoo ニュースに対面面接の復活の記事が出ておりました。今回は今後の就職対策の展望ということでお話ししていければと思います。対面面接の変更。時事通信が行った主要100社の採用計画調査では、前年にオンラインのみで選考した35社のうち3割強が、最終面接などを対面に変更すると回答。コロナ後の事業拡大を睨んで優秀な人材を囲い込むため採用活動の正常化を進めて人柄を直接見極めようとしているというところでして、加えて23冊の採用計画を増やす意向を持つ企業が増えていることも分かっています。大卒の就職率の変化と合わせて見てみましょうということなんですけれども、全体的に採用増の傾向は見られるのでしょうか。増は動物の増さんじゃない全体感でいうと下がってる印象でして、例えば日経で4月7日時点で出されてたもので、主要のメガバン3社が採用人数合計すると3分の1になってますっていう記事出てたりとか、あと1月とかだったと思うんですけど、採用を増やしますかのアンケートに対して増やしますって回答してる企業が確か 30% 弱とかだったと認識してるので、全体感でいうとまだ採用人数増やせないっていう、固定費上げたくないっていう企業さんの方が多いんじゃないかなっていうところで、採用増の傾向はまだ見られないんじゃないかなと思ってますっていうところが回答になりますね。ただ補足させていただくと、別に就活生の方々別に悲観的になる必要はなくて、角立つのを恐れず言うと、結局人数が減ってて倍率上がってようが下の人たちが削られていくよってだけで、取られる人は取られるべくして採用されていくので、別にそんなに悲観的にはならなくていいのかなとは思ってますという感じですかね。昨年と比較して全体的な学生の動きは早まっておりますか。早まってます。早まってて長期化してますね。今まで以上に学生様の動き出し早まってるんですが、やっぱオンライン化によって情報がこう均質化されちゃってると言いますか、なかなか情報同士の優劣つきにくいので、比較検討材料はいっぱい持っているが優劣つかずで、意思決定時期は伸びちゃってるので、結果就活している期間はめっちゃ伸びてるって感じの状況ですね。今で言うと早期内定持ちの学生は増えてる印象はありますか。印象はないです、あんまり。っていうのが、先ほどちょっと触れたところで、結局情報はたくさん摂取できる世の中にはなってきているんですけれども、その情報同士優劣つけ方とか比較検討の仕方を心得ていないがゆえに、内定は出てないみたいな、情報はたくさん持ててたくさん就活はしてるが内定にはこぎつけられていないっていう方が増加してるイメージなので、対局のところに内定も出てますすでにっていう方が増えたとかっていう印象は特にないっていう感じですかね。内定承諾をしてくださる割合は増えていますか。これめちゃくちゃ肌感なんですけど、増えてはいないんじゃないかなと思ってます。減ってるとも増えてるともあんま思ってなくて、増えてはなさそうかなぐらいです。っていうのがやっぱ市況が不安定になって、大手志向の学生様増えてるのは確実なんですね。なので早急に意思決定して入社先決めよって判断される方が増えてるのかって言われると、今の先ほど申し上げた状況なので、承諾すぐするとか、さっきの質問でもあったもうすでに内定持ってますよのステータスの方が増えてる印象はあんまりないので、承諾も早まってる印象は特にないです。なのでむしろチャンスかなと思ってます。直近から就活始めた方とか、始めた時期は結構以前から始めてたが特段こう進捗はしてませんっていう方々は、ライバルも別に進捗してるわけじゃないっていうのが全体感の私のイメージなので、めちゃくちゃ差つけられてるとかっていうところは実際にはそんなに差空いてないので、今から始める方々はここから頑張れると全然挽回できるので頑張ってみてください。ということで、その他面接関連で質問のある方はコメントまでいただければ、佐野大統領がお答えいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。